黄金塚二号墳は、京都府京都市伏見区縁山にある古墳。形状は、前方後円墳。実際の被葬者は明らかでないが、公園部墳長の五輪塔が宮内庁により、京旗墓として、第50代、関武天皇第三王子の伊予親王の墓に、事情されている。縦型萩は京都市高古資料館展示。京都盆地南東部、東山連邦最南端の大岩山南麓の、 丘陵上に築造された大型前方公園墳である。本古墳の北西にも大型前方公園墳として黄金塚一号墳が存在したが、現在までに失われている。1974.19811995年度に調査が実施されている。墳形は前方五円形で前方部を南西方向に向けるが、現在までに前方部は大きく破壊されている。 噴球町は約120メートルを測り、北山城地方及び京都市内では最大規模になる。噴球表面では円筒派に割れ図が検出されている。主体部の埋葬施設は年度格で昭和56年度調査において確認されており、その際に副葬品として川戸寺かとの小座根、円形金具が検出されている。 この黄金塚二号墳は古墳時代前期の四世紀後半頃の築造と推定される。飛走者は丘陵の西に広がる平野を生産基盤としたと想定され、小倉池、宇治川、淀川をつなぐ水路及び小倉池、山品、大江をつなぐ道を掌握した有力市長簿として重要視される古墳になる。飛走者は明らかでないが、現在は、 公園部分庁の五輪塔が宮内庁により、伊予神皇の墓に自情されている。古墳の規模は次の通り。黄金塚二号墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、公園部分庁の五輪塔を伊予神皇の墓に自情している。伊予神皇は、第50代、官武天皇の第三王子で、式部教、中塚佐教剣宰卒などを歴任したが、大道2年に、 無本の疑いで、母の藤原義子と共に河原寺に遊兵され、新能位が剥奪された、翌日の11月12日に、母と服毒自殺した人物である。演起式書両料では当馬家の京旗碁として記載され、山城国宇治軍の所在で、長域は東一町、西一町五段、南二町、北三町で、守る手一人を毎年当てるとする。 その後、中世紀には、寮の所在に関する書伝は喪失。近世紀の山城市、寮母一宮省では、現在の場所を示しており、明治維新後の1884年1月に、京畑墓に事情された。ただし前日のように、黄金塚に号墳の築造年代は、伊予新能から大きく遡る四世紀後半、五郎とされる。ありがとうございます。